アカマピチトリは、テノチティトランの初代トラトアニである。その生涯は神話に包まれている。当時のテノチティトランは、湖の西岸に住むテパネカの都市国家アスカポツアルコに従属していた。アカマピチトリという語は、足と握った手から構成され、一握りの足の束の意味と解釈されているが、アステカ文字では、通常握っているのは、足ではなく矢である。メシカは、 土地の支配を表すために四つの方角に矢を投げる、儀式を行う。伝承によれば、メシカのオポチトリは、コルワカンのトラトアに出会ったナウヨトルの娘のアトトストリを見染めて、妻とし、この二人から1355年にアカマピチトリが生まれたとされる。この伝説は、アカマピチトリがメシカとトルテカの両方の血を引くことを説明し、 メシカが偉大な起源を持つことを表したものである。メシカの守護神ウィチロポチトリは、テスカトリポカと近く、トルテカの守護神ケツアルコアトルとの両方の血筋を引くことによって、ナワ族の世界観にとって、最も重要な神格であるケツアルコアトルと、テスカトリポカの両者を、アカマピチトリが体現していることになる。テノチティトランはそれまでリネージの代表によって支配、されていた。 ディネージの一つは、トルテカの出身であり、ナウヨトルのところへ行って、自分たちの君主となる人間を求めた。それに応じて、アカマピチトリが選ばれ、テノチティトランでトラトアニに即位したという。ディエゴ・ドゥランによると、当時、アカマピチトリは20歳であった。アカマピチトリは、コルワカンのイラン・クエートルを妻としたが、男子が生まれなかった。伝説では、危機感を持った、テノチティトランの 各地区の二十人の長が自分の娘を赤間ピチトリに目かけとして差し出し、これによって多くの子を成したという。中でもウィツイリウィトルが優れており、後継者に選ばれた。また、赤間ピチトリは、奴隷女が市場で野菜を売っているのを見て彼女と交わり、私生児のイツコアトルが生まれたという。ウィツイリウィトルは第二代のイツコアトルは第四代のトラトアニに就任した。 その他、テノチティトランの支配者はすべて赤間ピチトリの子孫にあたる。赤間ピチトリが没すると、四人の長による会議によって、ミツリウィトルが次のトラトアに狙われた。ありがとうございます。